こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は商品の真贋鑑定に関する連絡、これがアマゾンから来たとき、どんな領収書を出せばいいか、それについて説明します。真贋鑑定をパスした領収書の例、領収書の例というかね、仕入れ先の例的なところは、これ会員さん特典でね、パスワードかけた記事になってますけど、どこの領収書であろうと必要な要件が、まず過去365日以内に発行された領収書。これ以前は180日でしたけど、1年間、半年から1年に伸びました。そして、過去1年間の販売数、プラス現在の在庫、全部分の領収書が必要です。それと一度に10個以上購入している領収書。さらに、サプライヤー、販売者とセラー、あなたの名前と住所、電話番号、またはメールアドレス、ウェブサイト、連絡取ろうと思えば取れるというようなね、連絡先が書いてあることが必要です。なかなかこの要件満たしたね、領収書って発行してるとこ少ないと思うんですけど、それを発行してもらってね、提出すれば無事、真贋鑑定パスしたという例がね、ありますんで、何しろ、大量に仕入れる場合はね、これ要件を、一致した領収書を発行してくれるかどうか、あるいはこのね、審判定をパスできた領収書の例、仕入れ先の、例に当てはまってるか、それをチェックしてね、仕入れるのが、やっぱ無難かなというようなね、感じです。またこの領収書、あるいは仕入れ先等に関することはね、お気軽にご質問、ご確認ください。お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。